ブルージームは中華人民共和国はアメリカ合衆国にとって著しい安全保障上の脅威だという考えにより大まかに統一されたアメリカの政治家やジャーナリストたちのグループを表す非公式用語。民主党の労働者用語派とは一部の問題で連携するがこの言葉が用いられる者たちのほとんどは保守派あるいは新保守派である。しかしながら ジョージ・ W ・ブッシュ政権内で強力な地位を占めたものは少なく、代わりに、ペンタゴンやアメリカ合衆国のインテリジェンスコミュニティ、民間のシンクタンク、メディアの支局などで働く傾向がある。ブルージームの名前は、モギエン州にて、アメリカ軍を表す色に由来しており、アメリカの相手を表すレッドチームとは対応なす。アメリカ合衆国上院外交委員会の元顧問、 ウィリアム・トリプレットによって作られた。彼はもともと特に台湾問題に関する米中関係の変化から生じる乖りを説明することを意図して作った。64天安門事件の後、中国の経済拡大の文脈においてブルーの懸案事項は範囲を拡大した。彼らは中国のアジアだけでなく世界中での軍事及び外交的野心や 保護主義者の経済政策、最も直接的にはアメリカ政府内の多くの人物による対中誘位の傾向やアメリカ経済に与える中国の前例のない影響、中国へのアメリカの投資と産業の移動などを懸念した。現在では主に共和党に適用されるが、ブルーチームという言葉は単一の政党や観点に縛られない懸案に言及する。1992年、 ビル・クリントンは中国に対して曖昧とされたジョージ・ H.W. ブッシュに反対し選挙運動をしたが、大統領在任中は中国の民主化改革と経済統合を切り離していた。共和党綱領は2000年にクリントンの対中政策を批判したが、ジョージ・ W. ブッシュは中国の目的のブルーの解釈を全面的には受け入れず、また、 クリントンの建設的関与の政策を覆したわけでもない。クリストファー・コックスはブルーチームのメンバーとみなされる半ば目を引くアメリカの政治家である。当初、ブルーチームの中心は1990年代に非公式な研究会を開いていた議会の補佐官たちの一団だった。舞台裏で主に活動していた彼ら補佐官は器用なおかつ全身的な手段で立法に影響した。 彼らはアメリカ合衆国国務省が人権の侵害についての報告やアメリカ国防総省が中国の軍事に関して集めた情報の公開を強いる法案の補足事項を付随することに関与した。おそらく彼ら最大の成果は2000年の台湾安全保障強化法の通過であった。全般的に見て注目を集めているアメリカの政治家の多くは ブルーチームの一員と呼ばれるほど中国に対して必要に堂々と発言していない。一部のマイナーな政治家はそのグループや思想と緊密に関係してきた。彼らの中には中国のスパイ行為に関するコックス報告書を出した委員会のクリストファー・コックス委員長や失敗に終わった2000年の大統領選で悪意に満ちて中国を攻撃したゲイリー・バウアーがいる。 ブッシュ政権は、上海コミュニケ以来のアメリカの外交関係にて支配的となった中国との関与を考慮に入れる実利的な接近様式を多くの部分で守ってきた。同政権は、クリントン政権よりも中国を戦略的な競争相手として見るのを厭わず、中国を疑わしげに扱い、より推しの強い政策を選ぶことに、はるかに熱心である。それでもやはり、 2001年以来のチームの支配的な考えは政府からではなく民間の保守系、シンクタンクやジャーナリストたちによってもたらされる。ウィークリー・スタンダードで以前に中国を髪が巻きつくような組織的な蛮行をする政府と記述したウィリアム・クリストルは中国に対する適厳しい姿勢を繰り返し要求してきた。アメリカ新世紀プロジェクトの共同創設者、ロバート・ケイガン。 ワシントンタイムズのコラムニストビル・ゲルズ、ロス・エイチ・ムンロ、デビット・ブルメンタールや、ピーター・ナバロらは皆、知覚され、中国により突きつけられた脅威に関する大々的な著作を残している。2011年のグレッグ・オートリーとのナバロの共著、中国による死は、ナバロの監督とマーチンシーンのナレーションによる2012年のドキュメンタリー映画の着想を与えた。 ブルージームの見解と関連した意見は、アメリカ外交政策の大尉が、対中優和へ向かっているという不満から主に生じる。天安門広場での虐殺と、台湾の有権者に影響を及ぼそうと企てた、中国のその後のミサイル試験の利用は、中国の意図に関する懸念を鋭敏にさせた。より敵意に満ちた、中国の批判者たちは、クリントンの優和政策を求断した。 この姿勢を取る一部にとって、当初の議会研究グループにとってもそうだったように、中国の軍事は懸念の焦点である。彼らは、中国が陸海軍を近代化しているだけでなく、実際の軍事費を隠していると指摘する。彼らは、例えば外洋海軍の設立を通して、中国がその地域の支配を希求しており、こうした支配は、必然的に、アメリカの国益を危機にさらし、 長年の同盟国である日本、韓国、台湾を脅かすことになると主張する。この結果としてブルジームの構成員はスーパーコンピューターが軍事利用される可能性があるので中国へそれらの販売を認めたアメリカ合衆国商務省の決定を厳しく批判した。現状維持の懸念にもかかわらず冷戦の安全保障戦略は米中間の思想の不一致を強調した。 ソビエト連邦の崩壊の後にロシアの経済と軍事はなおも混乱状態にあったためアメリカの主要な喫煙勢力として中国がロシアの後を継ごうと試みることは理にかなっているとする観測筋もいたようだ中国の軍事費増大や2005年の反分裂国家法の通過は未だにブルーの観点では警戒の対象となっているペンタゴンは中国の軍事能力や その意図の透明性の欠落に関して頻繁に抗議したため、ドナルド・ラムズフェルド国防長官にとって、これは主要な懸案事項だった。ペンタゴンからの近年の脅威レポートは、ブルーチームの懸念を強めており、中国が台湾占領やアメリカあるいは日本からの外部支援の防止を目指した軍備拡張を企てている可能性があると述べている。最終的に、 アメリカの北朝鮮への政策は部分的に中国に依存してきたがアメリカの一部の高派は同様に北朝鮮に関しても中国の動機を疑わしく考えている。ありがとうございます。